にちは、たきえです。今日はなんちゃってチキン南蛮を作りたいと思います。材料は鶏もも肉とタルタルソースですよね。チキン南蛮って我が家のチキン南蛮はらっきょうの甘酢漬けでタルタルソースを簡単に作っていきます。では行きましょう。タルタルソース作ります。らっきょうの甘酢漬けを14個使います。ではこのらっきょうの甘酢漬けをみじん切りにしていきます。らっきょうには整腸作用があるんですよ。はい、らっきょうのみじん切り終わりました。調味料入れていきます。これです。甘酢漬けのタレ大さじ1です。マヨネーズ大さじ3です。混ぜます。これで我が家のタルタルの出来上がりです。これにゆで卵を潰して入れるとコクがアップしてもっと美味しくなります。パセリを入れても彩りが良くなって香りもいいと思います。はい、ではお肉の処理をしていきます。お肉はもも肉を使います。 350g ぐらいありました。硬い小骨などが残っていないか触って確認します。あれば取り除いてください。はい、では熱が均一に通るように分厚いところを開いて厚さを調整していきます。開いたら両面に塩コショウ少々振ります。このまま10分ぐらい置くとお肉から水が少し出てくると思うので焼くときはそれを拭き取ってから焼いてください。お肉を焼く前に鶏肉に絡ませる調味料を合わせておきます。私は照り焼きにしてタルタルをかけるチキン南蛮が好きなので合わせ調味料は照り焼きのタレです。まずお酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、よく混ぜ合わせておきます。はい、合わせ調味料の出来上がりです。鶏を焼く直前に水気を拭いたら薄力粉を両面に薄くまぶします。余分な粉は叩いて落としてください。それでは焼いていきます。フライパンを熱してサラダ油大さじ1入れます。鶏を皮目の方から入れて焼きます。両面こんがりきつね色になるまで焼きます。中まで火が通らないと嫌なので蓋をしちゃいます。弱めの中火で焼いていきます。お肉の周りが白っぽくなってきたらひっくり返す目安です。もう一度蓋をします。すごくバチバチしてきたので見てみます。いいですね。こうなったらフライパンにある余分な油を拭き取ります。合わせておいたタレを一気に加えます。照り焼きのように煮絡めます。はい、器に盛ってタルタルソースをかけて出来上がりです。